はいみなさんどうもミティです。東大2021年理科5番やっていきましょう。α は正の実数、θ は0から π で、a と p という点がこういう風に座標平面に与えられているときに、fθ というのを a と p の距離の2乗としておきましょう。そうするときに0から π の間において、シー θ つまり微分が0になるような θ がただ一つ存在することを示してください。各2番、0から2分の π において、ータが最大値を取るような α の範囲を求めてくださいという問題です。やっていきましょう。 では、カッ1番からやっていきましょう。まず、fθ の具体的な形がわからないと話にならないので、求めておきましょう。差を取って二乗するわけですね。そうすると、f' というのが計算できて、こういうふうになります。積の微分とか合成関数の微分やってください。そうすると、これの0点がただ一つしかないことを今から証明したいわけですが、グラフの形を知りたいんですね。なので、これを微分して、グラフの形を求めようというわけです。そのためには、端点の値がまず重要で、0の値が 4απ の値が0というふうになっているので、まあ、ここからこう行くんですけど、この間がニャーってなっているかもしれません。それを調べてくださいという問題なわけです。そうすると、これの一回微分によって、 符号変化を調べることによって元の関数のグラフがわかるというわけですから、これは f の二回微分ではなくて一回微分の一回微分ということですね。まあ同じなんですけど、でそれを調べようと、これの符号変化を調べたい。でも一回微分したところでちょっとよくわかんないんですよ。なのでもう一回微分して調べてみます。そうすると符号変化というのが二分の π で生じることがわかります。コサインなのでね。でマイナスプラスというふうに移るわけです。そうすると減って増えるっていう状況になる。で極値が二分の π というのがこの f に二回微分というのがそうなんですね。符号変化はそうすると単点の値を調べることによってゼロ四ということがわかりますからマイナスプラスでゼロ四ということ とは1回だけ0点を持ってマイナススプラスとそういえばここ θ0 ーーとするとこのシー θ0 というのは1個前の極地になるわけですね。で減って増えてここで極地になる。そして 4α は0ということですからここで1箇所だけ0点を持つということがここで分かったわけです。0からシー θ0 の間で0点を持つということは分かった。π よりちょっと鋭いことが言えてるわけですね。でもこのシー θ0 とかまあ重要で今の場合は重要ではなくてここシーター1と今から名付けますけどここで0点を持つということは増減表と書けば証明できるので皆さん書いてみてください。では確認やっていきましょう。シーターの最大最大 考えたたいいののでで回微分の符号変化を調べたいわけですそうするとシーター1を境にプラスからマイナスに動くので f のグラフというのは増えて減るわけですそしてその極値というのがシーター1でここが最大値になるわけですねそうするとこれの最大値が2分の π 以下において生じるということが今求めたい範囲なんですけどシーター1が2分の π より小さいということを考えればいいので f' の方で考えるとここ2分の π での値が f' で負の値を取ればよろしいわけですねなので f' で2分の π を代入すると負になるでこれを単純に代入して計算してあげると α が引く2分の π より小さいという答えが得られます で今もともと正なんでこれつけてもつけなくてもどっちおいてもおンんですけどね、まあ、こういう条件だということです。